受賞の喜びを、じゃあ師匠さんから。はい、はい、そうですね、あのこの髪型を表彰されたのはすごく嬉しくて、やはり3年ちょっとやってやっとかという思いもあったりもしますので、すごい光栄です、嬉しいです。足立さんいかがですか。なんかこういうビューティー系の賞をいただけるなんて、まさか自分がみたいな感じでとても嬉しいです。そうですね、ずっとロングなので、あの髪型に関する賞はすごい嬉しいです。あの獅子王さんはなんか初めて、いや歌の賞とかも含めて初めてこういう大きな賞をもらったんですか。人生含めて初めて表彰されるのが多分初めてですね。あ、そうなんですか。はい、本業よりも先に髪の毛の賞をもらっちゃったっ。そこですよね。はい、それはちょっと残念でもありますけど、やっぱ嬉しいは嬉しいですね、表彰していただくのは。ねえ、はい、その髪型はでもデビューした時からですよね。デビュー、そうですね、デビューするとなってこの髪型にしました。それなんか意味があったんですか、その意図というか。あのカフカっていうのがカラスって意味なんですよ、チェコ語で。あ、そうなんですか。なので髪の毛も黒くして、でやっぱりインパクトのある誰もしてない髪型をということで、これだけ前髪を重くしてみたんです。あ、なるほど。はい、カラスのイメージ。カラスのイメージです。イメージで見えないですかね。言われてます、はい、髪の毛でも長いですけども、はい、それはいつもその長さは決まっ、だってほとんど決まってるんですか。いや、だいたい伸ばしっぱなしで、で長いと引っ張られて頭痛がしてくるんですね。それが合図で切ってます。頭痛がしてきたら切る。はい、頭痛伸びすぎたなって。はい、切ってます。あ、そうです、はい、便利ですね、それね。そうですね、それがサインです。、はい、そうですか、はい、で足立さんは、まあ、もういろんな、ね、髪型は今までの芸歴、まあ、もう大先輩ですからね。そうですね、ベテランですから、ね、いろんな髪型してると思うんですけど、はい、今はこのショートの。そうですね、なんか気分に合ってるなっていう感じで、ここ 3,4 年はずっとこのままですね、はい、先ほども言ってましたけど、やっぱり髪の毛切る時ってなんか失恋とかはないんですか。先ほども失恋で髪の毛切ったことはないですね。ないですか。ないですね。まあ、今時そんな女性がいるかどうか分かりませんけど。それは一度もないです。あ、そうです。はい、やっぱどうなんですか、今はショートですけど、はい、ロングの時とショートの時と気分的に違うっていうのは。まあ単純にすごく楽だっていうのもありますよね。すぐ乾きますし、はいはい、手入れがしやすいっていうのはあると思うんですけど、ただ時々やっぱり久しぶりに伸ばしてみたいなっていう気持ちになったりもします。はい、どうですか今日のショー、お子さんとかご主人さんは何か言ってました。そうですね、よかったねと言ってくれています。はい、お子さんなんかでも髪の毛そろそろ気にする頃とかじゃないですか。うちの娘もやっぱりママと同じ髪型がしたいって言ってくれて、今ボブですね。はい、ボブっていうか、まあ、おかっぱに近い、前髪もすごい短いので、はい、おかっぱです、うちの子は。私さんも伸ばすと伸ばすって感じですか。ママも伸ばすなら伸ばすって言ってるので、多分当分おかっぱだと思います。そうですか。はい、で川北さんは、まあ、先ほども言ってましたけど、ずっとデビューしてからロング来てるっていう。そうですね、美少女コンテストの時からずっとロングのまま。はい、何年か。何年か、10… あれ今24でしょ。15ぐらいでしたっけ。はい、あ、11歳の時なので 11? 13年ですね。13? はい、ずっとロングのままです。あ、そうですか。はい、じゃあその切った経験ってあんまりないわけですね。そうですね、バッサリ切ったことはないですね。あ、そうですか。はい、こだわってはいる。それはどうして、なんか意味があるんですか、その長いっていうのは。なんか髪にすごく小さい頃から自信があったので、なんか伸ばした方がいいのかなっていう、なんか、うん、はい、長い方が好きです。ロングが好きです。ロングが好きなんですよ、はい、やっぱりね、はい、ダブル受賞でね、カールのスタイル、はい、あ、そうなんです。結構多分お仕事上結構エビにすることが多いので、はい、すごく嬉しいです。でも手、まあ師匠さんもそうかもしれない、手長いと手入れってやっぱり短い時の何倍もかかるじゃないですか。そうですね、とにかく乾かないように、ドライにならないようにオイルとか保湿を大切にしてます。それは師匠さんどうなんですか。